CX-30 は、マツダが製造、販売するクロスオーバー SUV である。マツダ3に次ぐマツダの新世代商品群の第2弾として位置づけられている SUV で、2019年3月5日に、世界初公開され、同年3月7日から開催された、ジュネーブモータショーにて、一般公開された。2019年10月24日に、 日本国内で販売が開始された。日本市場とヨーロッパ市場を中心にグローバルに展開されている。マツダの日本市場向け SUV ラインナップには大きいモデルから CX-8CX-5CX-3 の3種があるが、CX-3 はコンパクトカーのマズダにと構造材を共有しており、加湿や鉱石が狭いという声があった。 逆に CX-5 だと大きすぎて運転が怖いという特に女性ドライバーや初心者からの声があったことから両者の中間として開発されたモデルである。なお、CX-3 と CX-5 の中間的位置づけのモデルとしては中国市場向けの CX-4 があるが、CX-4 は CX-5 のプラットフォームを用いており、さらに、 リアオーバーハングを大きくしているため、サイズ的には CX-5 より大きくなることから、日本市場ではあまり売れないと判断されており、別モデルの開発となった。マズダ3と同じプラットフォームを用いつつも、ドライバーズカーとしてのデザインを意識して、ファストバックとしたマズダ3に対し、前後席の乗員の頭上スペースに余裕を持たせるために、ルーフの高さを前後で揃え、 その上で、日本の機械式立体駐車場に収めることのできる、全高 1540mm として、使い勝手を向上させた。パワートレーンも、基本的に、マズダさんと共通で、2.0リットル直列4、気筒直噴ガソリンエンジン、スカイアクティブ G と1.8リットル直列4、気筒直噴ディーゼルエンジン、スカイアクティブ D に加え、新開発の2.0リットル直列4、 気筒直噴ガソリンエンジンスカイアクティブ X を搭載する。ありがとうございます。